今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。お笑いコンビ藤原の藤本敏史さんが19日都内で行われたイベントに出席。最近他の芸人さんのギャグを堂々とパクる藤本さん。パクるやんか、はい、合うやんそのパクった芸人に、はい、めっちゃ喜ばれんねんって。基本そのテレビ出なくなったね、いわゆる一発屋というね芸人をパクってるんで、僕が発することによってこのワイプレ出るんですよ。ああなるほど。まあそれはそうかもしれないですけど、ちなみに最近のお気に入りは？え、ちっちゃなことは気にするんだ、それ若ちこ若ちこですね。おお、懐かしのゆってぃ、お元気なんでしょうか。俳優の志尊淳さんが17日映画先輩と彼女初日舞台挨拶に出席。壁ドン、顎食い、頭ポンポンなど胸キュンシーン満載のこの作品。皆さん胸キュンシーン見たくないですかと無茶ぶりをされてこの様子。映像で見たら変な風になるでしょ。何やってんのってなるでしょ。まあそう言わずにお願いします。ほら黙ってないで何か言えよ。好きだよ。出ました出ましたよ、顎食い。お笑いコンビ南海キャンディーズのしずちゃんこと、アマチュアボクシング女子ミドル級の山崎静代選手が19日自身のボクシング引退会見に出席。専属トレーナーの休成や体調不良による欠場などを経て今回の引退となりました。4年以上に及んだ競技人生にピリオドを打つ理由については、心と体がついていかなくなったと明かし、ボクシングで自信を持たせてもらったと涙を浮かべながら関係者やファンに感謝の言葉を述べていました。新潟を本拠地とするアイドルグループ NGT48 が19日 JA 新潟米 NGT48 新米収穫発表会に出席し新潟米をアピール。さて NGT48 の姉妹グループ HKT48 は過去に指原莉乃さんがチームを大きく育ったという功績もあります。まあその指原ほどは多分すごいことはできないとは思うんですけれども、まあ、違った形で指原とはアプローチしていけたらいいなと思っています。NGT48 がどんなチームになっていくのか楽しみです。歌手の郷ひろみさんが18日全国ツアーの最終公演を開催。この日60歳の誕生日を迎え還暦となった郷さん。アンコールではピアノの伴奏とともにファン5000人からバースデーソングのプレゼント。僕にとって最高のバースデーです、こういうのを感無量というんでしょうねと大感激。公演前の取材では60代は僕自身が一番楽しみにしていた年代、自分でも気づかない郷ひろみの世界を見つけたいと抱負を語っていた郷さん。年を追うごとにパワーアップしていく姿、最高に素敵です。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。